ウトの意識はゴールばかり見れるわ。シュートが起こったら滝やで、シュートが起こったらどうしよう。例えば坂本シュートって見そうから、シュートが起こったらまず自分の相手ゾーンやったとしたら自分の周りを入ってくるやつおらんかなっていうことやろ。そやろ、そっちに意識を持っていけないんだ、はい、シュートが起こったらボールの方行っても、これはいつ入られたか分からへん。分かる。まずはシュートが起こったら、シュートが起こったら入ってもらう、はい、やったら止めに行かなあかんし、止めに行ったらみんながちゃんと押さえたらどうなの。黄色がそれで黄色の人が全員内側におるわけよ。だからまず自分の相手意識せな。で、まあ打ったとして、でみんながボクサーでやって、みんながボクサーでやってだけども、例えば酒井が取られた、ちょっと待って、酒井に取られたら絶対出さないし絶対寄ってくるわけ。ほんとゲッツーせなあかんで、どこに帰るか分からへん、その寄ってどこもかもしれん。だから言うたらここからダブルチームしてるみたいな話やろ。でそれをしないと取られて終わりじゃなくて、もう完全にパスも出ささないぐらいしっかり寄って挟みに行っても、そう完全にその意識をせなあかん。はい、ゴー。